日本のスポーツ報知から先発確約ならレアルへ、そんなことあるの？と思いましたので、検証したらまんざらでもないことが分かりました。タケファンの皆様には誤報をつかまされないようシェアしたいと思います。フットボールデータバンク、World Reaction。 まずここにあるネタ元の A メディアスポーツモールを調べてみると、これが X ですが、フォロワー4万ほどですので、そこまで大きなメディアではなさそうですね。これが X 上のポストですが、ご覧の通りコメントはゼロ、表示264回となってます。実際の記事の一部の Google 翻訳ですが、この一文が該当の重要な部分ですね。この内容は取材ではなく、ネタ元があって、ここにある通りスペインのご存知ムンドデポルティーボです。なんだスペインのネタかよ、ということで、これがムンドさんの X ですが、ちなみにフォロワー310万人ですね。これが該当のポストですが、16件のコメントで 4.5 万回表示されてますね。ちなみに16件のコメントはそうでもなかったので割愛します。これが実際の記事です。記事の文章の原本と Google 翻訳した文です。重要な部分を拡大してみましょう。重要な部分をわかる漢字にして読んでみたいと思います。久保はレアルソシエダでの2年目のシーズンがどのように進展するか、どんなオファーがあるか、そしてカルロ・アンチェロッティの後任としてレアルマドリードのベンチに誰が就任するかを見守りたいと考えています。というのも、アンチェロッティの後任が予測されているからです。実際、私どもの取材によると、久保はレアル・マドリードに戻ることを考えていない。彼は以前出場時間が少なくフラストレーションを感じていたからです。彼が戻るためには、スタープレイヤーとしての扱いが必要で、それはマドリーのようなチームで簡単に得られるものではありません。レリボーが昨日指摘していたように、彼はウーデゴールのケースのようなことを再び経験したくありません。久保は現在のレベルに達するまでの長い苦労やベンチに座る時間、そして彼の最高の時期をサポートしてくれたレアルやイマノル監督の恩義をよく理解しています。ここにあるレルボの記事は昨日のこの動画で解説してますので、ご覧ください。ということで、コーチさんの記事にはスポーツモール引用となってますので、信憑性が低い感じだと思いますが、実際はそこがさらに引用していて、ムンドさんの記事ですので信憑性は高くなってると思います。これでどこまで信憑性あるかなとなるところに、次のような記事があのトースポさんから出ました。タケがアンチェロッティやジダンなら復帰しない、という記事です。拡大してみましょう。スペインのディフェンサセントラルの記事引用ですので、元記事に行って真偽のほどを確認してみたいと思います。ディフェンサセントラルの X はこれでかなりマドリードよりとお分かりいただけるでしょう。 W フォロワーは 13.7 万人とそこそこいますね。これが関連のポストですが、コメント1件1469回の表示です。ちなみにこの1件のコメントは何かは次の通りです。これが元記事です。細かく見てまいりましょう。左が原文、右が Google 翻訳文です。重要な部分のみを分かりやすくして読み上げます。久保は2024年のレアルマドリードへの可能性のある復帰について、彼の身近な人々と話し始めています。タケはプレータイムを維持したいと考えており、アンチェロッティやジダンのような監督が指揮を取っている場合、それが難しいことを知っています。日本のウィンガーはこれらの監督の下ではチームの中で定位置を固めるのは難しいと認識しており、彼らがいる限り復帰すべきではないと考えています。しかしシャビアロンソ、ラウル、アルベロアのような監督がトップチームを引き受けた場合、この状況は変わります。彼らは若手選手を扱うのに慣れており、彼らが彼をサポートし、彼により多くのプレータイムを提供することを知っています。日本の選手はヨーロッパのビッグクラブで重要な役割を果たす準備ができていますが、それには定期的な出場が必要です。久保は次のシーズンの監督が彼に多くのプレータイムを保証する場合のみ、レアルマドリードへの復帰を検討しています。今はレアルソシエダに集中しています。これらの未来に関する噂にもかかわらず、彼は自身の進化を続けることに集中しています。久保はイマノル監督の指導の下での成長を続け、ピッチ上での最高のパフォーマンスを提供することを目指しています。タケは今後の厳しい連戦を分かっており、できる限り未来について考えることを避けたいと考えています。側近というところからも取材してるとすると、結構本当なのかなと思っているところに、さらにこの記事が出てきました。シャビ監督についてのゴールの記事です。拡大してみましょう。ビルトの記事の引用で、シャビ監督はレアルリバプールバイエルンであれば契約前に退団可能ということです。タケは賢く冷静なので、
来期のことも考えつつ今に集中しているというこの記事内容は間違ってない気がしますね。もちろん真偽は不明ですが、ちょっと現実味がある記事かもしれませんね。今後も竹の新情報があればシェアしてまいります。